はいどうもこちゃかいです。今回なんですけれども、昨日ですね、プロ野球スピリットシリーズ最新作が発売決定というね、発表が東京ゲームショー2018で行われて、まあ、その発表が行われました。やったー来たぜーっていうような動画をね、昨日は投稿させていただいたんですが、その後ですね、たくさんのコメントだったりとか、ツイッターのリプライとかをいただいたんですが、その中でですね、視聴者さんからいただいたリクエストで、今から PS4、PS ビータ、まあ、どっちも持ってないので買おうか迷ってますという方向けにちょっと動画を出してくださいと、どっちを買おうか迷ってますというようなね、コメントをいただきました。まあ確かになかなかね、普段スマホゲームしかやらないという方だったら、まあ、PS4、PS ビータ持ってないっていう方とか、まあ、あとはプロスピシリーズを PS3 でやってたよとか PSP でやってたよって方とかも多分いるんじゃないかなというふうに思います。で、まあそんな方がどっちを買うべきなのかっていうところですね。まあ、もちろんまだ PS4、PS ビータのそれぞれ搭載されるモード、まあ結構ビータとかその携帯機は今までも制限されるものとかも一部あったりして、 PS3 にあるけど PSP にはなかった機能とかそんなのもあったんですが、まあ、今回その PS4、PS ビータで搭載されるモード、搭載されないモードなんかはまだ情報は全く出てないので、そこに関してはまだ何も言うことができないんですが、まあちょっといろんな面からお話をしていきたいなというふうに思います。はい。で、まず大前提としてプレイステーション4とプレイステーションビータっていうところで考えていくと、まあ、端末を考えたら間違いなく PS ビータの方が安いと思います。そしてまあ中古で買うなんていう選択肢ももちろんあるとは思うんですが、プレイステーションビータがですね、この間ちょうど大ニュースが発表されまして、2019年で国内の生産出荷を終了というようなニュースが発表されました。かなりですね、プレイステーションビータもタイトル数、ゲームのタイトル数がめちゃくちゃ少なくてですね、まあ、今後もその国内の生産出荷が終了というニュースが出てしまった以上、なかなかPS ビータでの発表っていう新しく発表されるソフトってのもなかなかないと思うんですよ。なのでプロスピ以外の部分を含めて考えるのであれば、圧倒的に PS4 を買うべきなのかなというふうに思います。うん、PS4 にしかないゲームとかもたくさんあるし、まあ、あとは同じ野球ゲームで言うとパワープロ2018っていうところはプレイステーション4、プレイステーションビータあるんですが、まあ、やっぱりプレイステーション4の方がグラフィックはいいですし、まあ、同じくプロスピシリーズに関しても間違いなくプレイステーション4の方がグラフィックはいいです。で、まあ一応期待されているモードの中に、プロスピシリーズの中にもその VR ですね、強気の最新作のプロスピにも VR が追加されるんじゃないかなんていうような、期待がかけられております。まあパワープロ2018でも出たので、同じくプロスピにも出るんじゃないかっていうところなんですが、まあこれもですね、かなりまあ可能性はなくはないかなと思っているんですが、出るとしたら間違いなくプレイステーション4になると思いますので、まあそこはやっぱりプレイステーション4を買っといて間違いないのかなっていうところですね。ただまあやっぱり値段的な部分はビータの方が安いので、まあそこはどっちがおすすめかっていうところは微妙なところ。あとはやっぱり携帯機持ち運びができるので外でやれるとかっていうところの利便性を考えたら、やっぱビータなのかなっていうところはあるんですが、ただまあ間違いなく今後プロ野球スプリットシリーズが2019の後2020とか2021とか、まあ、継続して出ていくってなった時には、まあやっぱビータはもう厳しいのかなと、多分最後のビータのそのソフトになるんじゃないかなというふうに思うので、まあ今後先々でまたプロスピシリーズの据え置きを買う可能性があるなという方は PS4 買っておくべきなんじゃないかなというふうには思います。で、まあ据え置きのプロスピの一つの面白さであるオンライン対戦の部分で考えていっても、まあ一部確かプロスピ2015とかでも PS3、PS ビータのまあ、クロス対戦というか、端末をまたいでの対戦もできたと思うんですが、基本的にその自分が選手を操作して対戦したりっていうところは同じ端末じゃないとできなかったような気がします。そもそもビータはオンライン対戦できたのかな、ちょっとあんまり覚えてないんですけど、確か PS3 は PS3 でしか対戦できないし、 PS ビータはビータでしか対戦できないっていうようなシステムだったと思うので、まあ、やっぱりそのアクティブユーザーが多くなるのは間違いなく PS4 なんじゃないかなというふうに個人的には思っているので、まあやっぱ圧倒的に個人的には PS4 版をおすすめしたいなというふうには思うんですが、まあ、今後そもそもゲーム機から買うっていう方に向けてちょっと今回はいくつかお話をさせていただきました。まあ今後またね、いろいろそのなんていうんだろう、 PS4 版 PS ビータ版でそれぞれの詳細が出てきたら、まあいろいろこうまた変わってくる部分もあるかもしれないので、まあそこはちょっと続報を待ちながら、また続報が出たらいろいろ動画にしていきたいなというふうに思います。はい、ということで、まあ今回の動画以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひともこの動画が参考になりましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。まあぜひですね、皆さん PS4 版 PS ビータ版どっちを買う予定かなんかをぜひぜひコメントしていただけたら嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。